スケッチは単独で使用したり、プロトゥールズ編集ウィンドウのタイムラインと並行して使用したりできます。スケッチで作ったアイデアを編集ウィンドウに動かすこともできます。スケッチプロジェクトは、プロトゥールズのスケッチウィンドウと iPad アプリの両方で開くことができ、iCloud を使用すれば、モバイルとデスクトップでシームレスに連携できます。スケッチはプロトゥールズセッションから独立しており、単独で読み込み、保存されます。ダッシュボードには、セッションとスケッチを作成するためのそれぞれのタブがあります。また、選択しているウィンドウに対して保存コマンドが実行されます。セッションを開かずに、スケッチ単体で作業することもできます。スケッチウィンドウには、オーディオクリップやミディクリップを配置したり、キャプチャしたりするグリッドがあります。ミキサーチャンネルとプラグインをそれぞれ持つトラックを縦方向に最大16個、シーンを横方向に事実上無制限で配置できます。オーディオトラックとインストゥルメントトラックの2種類があり、上部のアイコンで示されています。オーディオトラックでは、オーディオサンプルを再生します。各インストゥルメントトラックは、一つのバーチャルインストゥルメントプラグインを持ち、トラック上のMIDIクリップの音源となります。各トラックで一度に一つのクリップを再生できます。クリップを組み合わせた横方向の列はシーンと呼ばれ、曲の構成に使用できます。シーンを再生すると、その列にあるすべてのクリップが再生されます。アレンジメントの欄でシーンを使って曲を構成します。上部にはトランスポートなどのメインコントロールがあります。新しいスケッチを作成するには、ファイル、新規からダッシュボードを開き、スケッチタブで名前を付け、保存場所を選択します。スケッチウィンドウにはオーディオ入力と出力のセレクタがあります。デフォルトでは出力はメインのパスに直接送られますが、プロトゥールズのバスやトラックにルーティングすることもできます。ここをクリックして設定ウィンドウを開き、今回は 132BPM 4分の4に設定します。スケッチウィンドウはプロトゥールズセッションと併用すると特にパワフルです。スケッチとセッションは独立したファイルですが、ピン止め機能を使って、スケッチを一つまたは複数のセッションにピン止めでき、プロトゥールズセッションと一緒に自動的に開閉できます。スケッチウィンドウは編集ウィンドウやミックスウィンドウとは独立して管理されます。スケッチウィンドウが隠れている場合は、ウィンドウメニューから、スケッチを前方に移動を選択して表示させます。スケッチウィンドウには独自のテンポとトランスポートコントロールがありますが、シンクボタンをオンにすると、すべてプロトゥールズセッションに追従します。これにより、スケッチで作った曲を再生しながら、ボーカルやインストゥルメントなどを従来のプロトゥールズ環境内でレコーディングしたり、スケッチをループやビートのワークステーションとして使用したりできます。このセッションでは、スケッチで構成したアレンジメントをシンクモードにして、編集ウィンドウで実行しています。ベースとなるループのアイデアを録音した演奏に置き換え、エフェクトを追加し、即興でギターを弾いています。スケッチウィンドウのオーディオミックスは、オックストラックにルーティングして、プロトゥールズミキサーに取り込むことができます。また、オーディオトラックにルーティングすることで、スケッチからオーディオや演奏を録音することもできます。スケッチから編集ウィンドウにクリップをコピーできます。ミディクリップはオーディオとしてレンダリングされ、オーディオクリップはスケッチミキサーでエフェクトをかける前の状態でレンダリングされます。反対に編集ウィンドウやワークスペースからスケッチにクリップをコピーすることもできます。またシーン全体をスケッチからプロトゥールズにドラッグすることもできます。空のスペースにドラッグすると、スケッチにあるトラックの名前と色に一致する新しいトラックが作成されます。ドラッグしたシーンにクリップがないトラックも編集ウィンドウに作成されるので、2つのウィンドウと他のシーンの間でプロジェクトの構造が一致します。クリップの長さが異なる場合、プロトゥールズセッションでクリップをループさせて、一番長いクリップの長さに合わせます。また、構成されたアレンジメント全体をスケッチウィンドウから編集ウィンドウにドラッグすることもできます。